校に有名人が多いのはなんで？堀越高校っていうのは有名人コースがあるほど有名人をたくさん輩出する高校として有名で、じゃあなんで有名人が多いのかっていうと、昭和39年に学校に通ってた歌手の田辺康夫さんが当時学業と仕事を両立しているのを校長先生が個人的にサポートしてるっていう噂が流れて、そろそろ入学してきたっていうのが始まりだって言われてる。それを知った当時の校長先生は、個人的なサポートじゃなくてもう学校全体でサポートしていくぞーってなって、日本初の芸能活動コースができたよね。ちなみに記念すべき芸能活動コースの1年目の卒業生は郷ひろみ、野口五郎っていう大スター。でも芸能人なら誰でも入学できるわけじゃなくて、定員は1学年20人っていう狭きものだよね。他の動画でここに有名人について紹介していこうと思ってるから、フォローして楽しみに待ってるちょうだい。成績伸びなくて不安だって人はこれ見てみて。